際に自分が体験したやつ、体験したやつっていうか、俺が実家にいる時の昔話とかってした？いや、してない。してないと思うか。ある夜にですね、まあうち実家の方が姉ちゃんと二段ベッドで、姉ちゃんが下の段で俺が上の段だったのね。で、ある夜、あ、ちょっとなんか寝苦しいなと思って、パッて起きたの。そしたら、最初気がつかなかったんだけど、っていう、なんか声みたいなのが聞こえてきたの。フェイタスってわかんないけどね、なんて言ってたのか。で、ちょっと怖いなと思って、でもしかしたらなんか姉ちゃんがなんかしてんのかなとか思って、まだ起きてんだろうな、と思って、スタンドがついてたからね。明かりがついてたから、まだ起きてんだと思って。姉ちゃん？姉ちゃん！って言ったの。そしたら、全然姉ちゃん何の反応もしないのね。で、またしばらくしたら、スースースって聞こえたの。だんだん怖くなってきて、姉ちゃん！姉ちゃん！姉ちゃん！って言ったの。で、姉ちゃんの方をね、バッて、下見て、確認したら、姉ちゃんが、イヤホンを外しながら、え？何？って言ってたの。え、それ何？音漏れ？姉ちゃんが、歌の練習してたの。なんだよ、もうなんだよ、もう姉ちゃんが歌の練習してたのよ。まさか大どんでん返しで、まあ、私、お姉ちゃんいないんですけど、とかそんなのないよね。ない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 。いる？うん、女兄弟だって、三人いるって言ったじゃん。そうそう。ね、なんか、やっぱ良くないよね。だって、本当に怖い話したら、だって、ゆうたん本当に嫌がるじゃん。さ、本当にたくさんのお便り、ありがとうございました。いえ、最後にもう一つだけ紹介してください。もう、やだ！なんで終わったの？終わったよりもうやだ！これが、多分、もうやだやだやだ！一番怖い話ではないかなと。やだ！これは読ませてくれ！これをずっと読みたかったんだ。やだ！それでは行きます。